い、こんにちは、タムです。今回は前に僕は動画でね、僕の3つ目の砂漠のアカウントって天魔空中庭園7の適性持っていないんですよね。シノも持っていないし、クリムトも持っていない、そして激流も持っていなくて、まあ編成にねちょっと困っていたんですよね。で今回目につけたのはこちら、小草壁。はい、このキャラクターは重力ダメオ、そしてバイタルキラー M、 そして結構強力なストライクショットを持っていますので、まあ、今回はちょっと小草壁を使って遊んでいきたいなと思いますと言ったと思うんですけども、今回はそれのフリーレンバージョンをやろうかなと思います。今回サバカでねフリーレンをねゲットできたんで、まあ、使っていこうと思うんですけども、ちなみに遊撃つけてます。はい、ここねなんか遊撃 EL と紋章つけてたらギリギリなんだけど通るんだよね、友情が。弱点効果アップなしでもね、この侍の雑魚は弱点効果アップなしでも遊撃つけてば、遊撃 EL つけてればなんか通ったんだよね、ほら通るんだよねこれなんかだからまあ結構強いなと思ってます。で整数打ちます。サバーカイね激輪もフリーレンを持ってないから、これはマジで助かるわ。前は小草壁をね僕使ってたんですけど、まあこれちょっとフリーレンにシフトチェンジしようかなと思ってますね。フリーレンは一応重力バリアはないんですけども、アンチブロックは持っていますので、まあ一応活躍とかできますね。あと激輪でユースピアップしてあげることで友情コンボの火力も上がりますので、まあ割と相性はいいかなと思ってるかな。はい、友情コンボ、あー無理か、でも結構通ったな。あれクリムトで殴ったのかな今。まあいいや、とりあえずレベル2にしつつパネルを3にして、おーおーいいね。あぶな、トライデントスパイラルレイで雑魚処理できるのは結構いいな。で火力を出しに行きます。さあ、おおまあ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 出たな。これ SS 打つの、まあいっか、まあクリムトで SS を短縮できるから、まあ結構これ SS パンパン打てちゃうんじゃないかな。はい、さあ、あーなんかあんまり入らなかったな今のは、トライデントスパイラルレイって個人的には不可思議使った時から思ってたんだけど、あんまり好きじゃない友情コンボなんだよね。でもまあ強いなと思ってる。はい、さあ雑魚を倒しておきたい。うん、いいよ。一応ねこれね右下残してしまった時あったんだけど、その時はトライデントスパイラルレイで雑魚を倒した時あったんで、まあ、結構友情コンボ入るなーっていう印象です。さあニフレで、うん、まあまあ入る、思ったよりは入るね。ただ遊撃 L でもいいのか EL にしないと いけないのか分かんないけど、別にあれだね、L のままでも大丈夫だと思う。ちょっと試してないから分かんないけど、ここはとりあえず適当にやり過ごしておきます。とりあえず激輪の SS も短縮できたんで突破できたなと思います。 OK、 普通に友情コンボ仕事するし SS も割合だから邪魔じゃないと思うんだよね。うん、はい、
やー、いやー届かなかった。くそ、これちょっとフリーレンに届くんかなと思ったけど、思ったんだけど無理だった。さあこれで倒したい。オッケー。危ない、や危ない、ギリギリパネル踏んでくれた。これ友情コンボ弱点効果アップなしでも倒せるのが強いわ。さあいけ、弱点効果アップさせて、あー無理だけど、これ右下のゴーレム倒せるのかな。これで、あ倒せない、マジか、倒せると思った。でも割合で結構削れてくれた。うん、いやこれゴーレム倒せると思った今。ああこれは勉強になった。はい、うん、よしゴーレム倒しましたんで、こっからボス特攻ですね。ボス特攻なんだけど削りにくいな。はい、いやーこれさ、パネル、パネルじゃねえ、なんだっけ、このなんかパネルじゃねえ、たまに出てくるこのやつ、大っ嫌い。あの立ち回りよくわからんのよ。これいっか、いや全然出ないな火力。まあ、友情はあんまりだね。あの友情コンボあれだね、雑魚処理用って使った方がいいね。はい、とりあえず激凛に触れで火力を出したいんだけど、こうやっていけば、いやー無理だった。これだったらなんか普通に横貫した方がなんか火力出たような気がするな。これ普通にミスりましたんで、もうサメ使うわ、使いたくなかったけど。サメ使いつつフリーレンの SS を短縮させに行きます。無理だったこれ大丈夫かな、いけるかな。うん、まあ次はもう3、あの 4P の激凛で全然突破できるね。これはとりあえず SS を短縮させておきますできなかった。まあこれでいける、それで弱点出して殴るだけで、うん、いやーいけるかなまあ一応フリーレの SS あるとはいえ、ラスゲちょっとね削るの難しいんだよね。さあいけるかな、これでいくか。はいはい、弱点効果アップさせて OK。 あーダメかダメだった、うーん OK、 まあ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 いいでしょう。とりあえず右を倒、あ下を倒したいですね一旦。オッケー、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 これで統一できた。でフリーレンのターンどうしようかな、これとりあえず殴る、まあとりあえず変なことはしないでおく。やばいちょっと自分でもよく分かんないことになっちゃったけど、これでいけるな。さあ、おお、スパイラルレイナイススパイラルレイで削り切ったね今。
これ強いな。でフリーレンの SS もあるんで、まあ結構削れると思いたい。さあ、いやー、うん、でこれ SS 打ちます。はい、とりあえず割合もいけるんで、おおいいね、こりゃありがたい。これ強いね。さあ、いやこれで削れる、削りきれるかな。とりあえずスパイラルレイも利用しつつ、はい、よし、おお。あー、とりあえずスパイラルレイ強いっすね。あんまりボスに出すようなシチュエーションできなかったんですけども、結構優秀だなって個人的には思いました。はい、で今回はフリーレンを使って遊んでいきました。見てくれてありがとう。バイバイ。